VZ シャシー、せっかくバンパーレスにできるんだから AT バンパーでも作ろうか。今回はフロントバンパーの改造ということで VZ シャーシーならではの AT バンパーを作っていこうと思います。まずは AT バンパーを作る前にフロントブレーキステーを取り付けていきます。はい、あらかじめ流用したパーツから作りました。こちら AR ギアワイドステーを合わせてみたところ、ローラー取り付け部分をカットしてフロントバンパーラインをなだらかにしました。またブレーキを貼る面積を増やすためにクリアカバーを貼り付けてあります。はい、フロントブレーキステーの準備ができたところで本題の AT バンパー、実は元々のバンパーこう裏返してあげて合わせてみたら、これってなんだかいけそうな気がするということで、既存のバンパー使っていきますが、この穴を 3.5mm に拡張して、ジャストサイズ。そしたらバンパーの取り付けですが、フロントブレーキステーのこの穴から長めのビスを取り付けてあげて、ビスには2段用パイプを通してここにバンパーをセット、ソフトスプリング、大ワッシャー、ナットで留めてあげると、はい、これで AT バンパー完成です。なんていうか悪くないんだけど、さすがにバンパーの強度弱すぎないかな。そう思うだろうと思ってベースバンパーにさらに FRP プレートを追加していきます。ってことで一旦外します。はい、外したところで改めてこちらがVZ シャーシー FRP フロントワイドステー VZ シャーシー用ということなので、もちろん付属のバンパーに取り付けることが可能です。裏を見てみると 3.5mm に拡張した穴をプレート側にも開けていきます。はい、ということでまた同じようにシャーシに取り付けてみましょう。おー、さっきよりは強そう。はい、動きに関してですが、厚みが増えた分ちょっと収まり良くないかな。あとはグリスを塗るなどして調整していきましょう。それではローラーセッティング。はい、最近だと 8-9mm ローラーが個人的にトレンド。ローラーを選ぶポイントも一応あって、通常ワイドステーにローラーを取り付ける際 19mm ローラーよりも 9mm ローラーの方がマシン寄りに取り付けられるので、コーナリングの際よりフェンスに食い込みやすく安定した走行ができます。それと今回 AT バンパーということで2段ローラーを逆付けにすると、コーナリングの際スラストをコース内側へ入れることができるのでコースアウトを防ぎます。その他 AT バンパーの特性としては、バンパーをいなすことでコース復帰率を高めます。AT バンパーといえばボディ提灯との連動なんですが、既存のバンパーを使うことですでにスラストが入っているのと今回それほどダウンスラストに稼働しないので必要ないかなとは思いますが、一応取り付け穴は開けてますので、次回ボディ提灯を作っていきましょう。はい、本日の動画以上となります。もしこの番組を気に入っていただけた方は是非ともチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、以上ミニ四駆マスターでした。